航空自衛隊の魔改造戦闘機 F15J が登場。隣国には不可能で絶望する。防衛省、航空自衛隊は保有する F15J 戦闘機の近代化改修アップグレードを行う総額4000億円の F15 スーパーインターセプタープログラム。 の一環として2021年12月にアメリカの航空、宇宙大手ボーイング社と68機の F15J の回収を行う4億7000万の契約を交わしました。スーパーインターセプタープログラムとは、まず、F15J イーグルはマクダネル・ダグラス社、現ボーイング社が開発した F15CD を航空自衛隊向けに三菱重工業など、国内企業がノックダウン生産した制空戦闘機です。 1981年から運用が始まり、計210機が生産されました。そのうち14機がマクダネル・ダグラス社製で196機が三菱製になります。40年以上、経つ現在のタンザの F15J と福座の F15DJ を合わせて200機が運用されています。これらの航空機のうち、 中後期生産型にあたるジェームシップ機の102機がアップグレードの対象となり、今回の契約は短座の F15J の68機です。34機の F15DJ のアップグレードの予定はまだ不透明です。魔界づりアップグレードの対象から外れた99機は回収するには不適合であり、147機が配備予定の第5世シロステルス戦闘機 F35 と交換されるのです。 その F15 スーパーインタセプターはレーダー電子戦、兵器運搬能力およびスタンドオフ兵器能力を向上させるアップグレード改修が施されます。射程800キロで、敵基地攻撃能力も有する長距離対艦ミサイルルラスムの搭載を計画していましたが、予算の都合上、これは断念しました。もう一つ計画に上がっていた空対地ミサイル JASMER は搭載されます。 JASMER は最大射程900キロ以上を有するスタンドオフ攻撃が可能な精密誘導ミサイルです。地中貫通弾、爆風粉砕弾頭を搭載した重量900キロのミサイルは昼夜を問わず、悪天候時にも精密なルーティングと誘導飛行を行い、アンチジャム GPS に加えて最先端の赤外線シーカーを使用し、ターゲットを探知します。戦闘機では F16、F15E、 FA18 ではすでに運用可能で、F35 での運用も予定されています。いつでも反撃できるというわけであり、その他のアップグレードとしてレイセオン社の案、AP82V1 ア,アクティブ電子スキャンアレイレーダー、BAE システム社の ALQ239 デジタル電子線システムデュース、新しいミッション、コンピューターおよび無線が含まれます。回収作業はミズリー州セントルイスの工場。 または国内で完了予定は2028年だそうです。アップグレードされた機体は少なくとも2045年で運用される予定で、F15J のアップグレードと維持にかかる総費用は56億ドル、6500億円と見積もられています。2021年4月、アメリカのエグリン空軍基地で新しい機体の命名式が行われ、イーグル2となりました。 50年もの歴史を持つ第4世代戦闘機 f 15の発展型となる f 15 x の2つくネームです価格は主力戦闘機である f 35 a とほぼ同等の約89億円なのですが f 15 x は兵装搭載量航続距離高度速度のすべてが f 35 a よりも優れているのです F35A は第5世代戦闘機であるのに対して、F35X は第4.5世代戦闘機という位置づけになります。アメリカ空軍は2024年から本格的に運用を開始する予定です。日本は空母が少ない分、その航続距離は魅力的ですよね。中国空母が太平洋に進出しだしたら、小笠原諸島のさらに先まで飛びまくる可能性もありますからね。 アメリカ空軍が導入する F15X とはどんな機体なのか、旧タイプの F15 との違いや性能について紹介します。F15 はアメリカのマクドネル・ダグラス社、現在のボーイング社によって開発されました。敵機の撃墜と戦艦空域の制圧を目的とした制空戦闘機です。第四世代戦闘機であり、愛称はイーグルと呼ばれています。それまで最強とされていた F4 に代わり、 1916年に実戦配備が開始され、40年いう上にわたり世界で活躍している戦闘機です。初の実戦は湾岸戦争で、コーコソボ紛争、イラク戦争など長年にわたり数多くの任務で活躍しました。特に湾岸戦争では、イラク軍戦闘機約38機を撃墜する活躍を見せました。F15 の特徴としては、大出力エンジンを2発搭載し、 高性能レーダーの装備や高い拡張性等が挙げられています。その拡張性の高さから、第一攻撃を目的としたミサイルや爆弾を搭載した F15E ストライクイーグルなどが派生型として誕生しました。軽量化されたボディにより、敵戦闘機を上回る運動力を持ち、最大速度はマッハ2.5にも及び、基本設計の優非でさから、近代においても確かな実力を発揮しています。さらに 機体を垂直方向へ上昇させることができるほどのエンジンを搭載しており、従来の戦闘機に比べて、機動力が高くなったことで、緊急事態への対応能力も向上しています。初実戦から約40年経っているものの、空中戦において撃墜された記憶はなく、世界トップクラスの戦闘機です。現在は改良を重ねた乗員1名の F15C、乗員2名の F15D。 そして対地用である F15E の3種類の F15 が運用されています。基本搭載武器は M61A20mm バルカン砲、AM9 サイドワイダー、OM7 スパローを搭載しています。日本においては、1981年、F15J として三菱重工を中心に、F15C のライセンス生産が行われ、現在8個の飛行隊とそのほか全国に約200機が配備されています。 F15J は、約30年にわたり、日本を守ってきた機体であり、航空自衛隊では近代化改修を検討中だったのですが、アメリカの提示した改修価格が予定よりも高くなり、なかなか話が進まず、苦戦しているのです、F。F15X を自衛隊が導入するという話は今のところな、現在の約200機の F15 を引き続き運用していく予定です。 回収価格次第では F15X が導入されることも全然ありですよね。ですが2035年目で配備する F3 戦闘機のもの次第ということということもあるから難しいかもしれませんね。日本は他にもいろいろとガラパゴス機体に回収する必要がありますからね。長年世界で活躍する F15 の最新型戦闘機 F15EX イーグル2ですが。 この F15X は F15CD の後継機となっており、F15E ストライクイーグルをベースとした、ボーイング社製の最新型の戦闘機として、2021年2月2日に90分間の初飛行を行い、見事成功を収め、初号機は同年3月10日にアメリカ軍へ引き渡されることとなりました。 従来の F15C は40年以上長い間活躍した機体ですが、老朽化による保守費用が大きな問題となっています。1回の飛行にかかる費用も高くなってしまい、コスト面、安全性などの面から少々厄介者として扱われていました。そこでアメリカ軍は、F15C に代わる、この F15X をボーイング社へと発注、そして導入を決定したというわけです。 F15X は最新型ではあるのですが、F15 シリーズの機体であるため、機体の変更による一からの新たな教育と訓練を必要とせず、パイロットが操縦しやすい点も魅力的なのです。また、新たな生産ラインの設置を必要とせず、従来の工場を利用した生産も可能である点も魅力的で、約80%のスペアパーツを旧型の F15 と共有できることになっています。現在 主流となりつつあるステルス戦闘機を補佐する役目としても期待できます。F15X の性能としては、従来の機体に搭載されていた操縦系統を、フライバイワイヤー方式へ変更、レーダーをあえさアクティブフェーズドアレ式に変更、デジタル電子戦システムなど、最新のコックピットとミッションコンユーターを新たに搭載し、大きな近代化に成功しています。 日本では第96試験航空団の第40飛行試験飛行隊、第85試験評価飛行隊が飛行試験や評価を行う予定です。2020年には、オレゴン州キングスフィールド空軍国家警備隊基地所属の第173戦闘航空団が初の飛行訓練を行います。航空自衛隊の新たな保有機でもある F35 についても少し紹介します。 2021年12月、F35 のアップグレードやエンジン問題に関する今後の方針がほぼ確定しました。アメリカ国防権限法のすり合わせを行った2022年度の国防権限法最終バージョンが会員を無事通過しました。上院が修正なしに本法案を可決すれば、バイデン大統領が署名を行い成立することになります。当然 この法案の中にはアメリカ下院の国防権限法案に盛り込んでいた F35A のアダプティブエンジン統合要求も含まれており、最終バージョンに盛り込まれた内容から同期のアップグレードが今後どのように進捗していくのか見てみましょう。まずは浮上した F35 の問題点を整理しておくと、まずブロック4と呼ばれる F35 のアップグレードプログラムは66の機能追加。 ウェポンベイに搭載可能な空対空ミサイルの量を4発から6発に増加させるサイドキック対応。搭載アピオニクスの物理的な刷新を行う T1 リフレッシュ3などいくつもの要素で構成されています。フロック4、フロック4.1、ブロック4.2のように分割実装をしていくため、完全なブロック4に対応した。F35 がいつ完成するのか 少なくとも2000年後半までかかると噂されているという質問に誰も答えることはできないのですが、一つだけはっきりしているのは、エンジン問題を解決しないとブロック4で追加される機能が能力を発揮できないという点です。アップグレードを完了するには、現行のエンジンだけじゃダメということでありますが、これはエンジンに欠陥があるという類のものではなく。 ブロック4で追加される機能やアビオックスを機能させるためには、現行の F35 が提供する発電能力や冷却能力では力不足という意味です。隣国は、アメリカや日本が整備に非協力的だとしていますが、日本の自衛隊にも言えることですが、老朽化した戦闘機をだましだましし続けるには限界があります。 特に隣国の場合大掛かりなメンテナンスを避ける傾向にあることとメンテナンスに課題があることが足を引っ張っていますよねちゃんとメンテナンスをまずしてからじゃないとまともな運営はできないと思います特に戦闘機は日本が新しい戦闘機を持つことで周辺国はどのように動くかも注目ですね私は日本が大好きですよかったら皆さんの感想をお聞かせてください 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のニュースでお会いしましょう。